吉江さん、13万のシートの座り心地はいかがですか？まあ座るだけならパイプ椅子でも何でもいいんですよね、空気椅子でも。まあ、けどそうですね、椅子で高いなって思ったのは、私麻雀店やるときに麻雀卓とあと椅子が4脚って必ずいるわけじゃないですか。で最初に麻雀卓をね、1台80万円ぐらいで買ったんですよ。で椅子をセットで注文したんですよ。そうすると100万円ちょっとなんですよね。つまり椅子が1脚5万円前後ですよ。まあけどね、麻雀卓と椅子で寄って金儲けるわけですから、ここにケチってもしょうがないなと思ったんですよ。やっぱり毎日のお客様をお迎えする椅子ですから、豪華にしても豪華にしすぎることはないなと思ったんですね。そしてもう一つの考え方なんですけども、車のシートっていくらだろうって感じですよね。まあ、私のトランザムはナイト2000仕様にしてますんで、シートも映画の特別なやつに切り替えてるんですよ。でその椅子がシートがですね、張り替え費用別で税金別で元の金額26万なんですよね。26万で52万、後ろのシートもありますから、そう考えたら椅子の取り替えだけでやっぱり100万ぐらいかかるんですよね。でも私の今座ってる椅子はキッチンの椅子を持ってきただけですから、まあキッチンの椅子ってのも中古で ね全部込みで1500円で買ったんですよ。だからただ同然なんですよね。で椅子硬いんですよ。座り心地良くないんですよ。まあだからいいなと思って、あんまり長い間やろうと思わないんでねあんまり快適な椅子だと座り心地が良くなっちゃって座りっぱなしになるかなっていうところもありますんで、まあ私はね、あんまり高い椅子は使わない方が私の生産性は上がるかなと思ってますよね。なんせここに座ってる以上、私はなんか仕事をしてるっていう感覚もあるんですよ。出勤してるっていう感覚はね。まあですんで、デスクに座ってる時間はなるべく減らして、そうじゃないフリーな時間を増やしていこうかなと思ったら、ここに座ってる時間がなければないほどいいなというところですかね。まあでもここに座っててもね、楽しいんですけどもね、結局ね。で椅子の価格なんですけども、こう考えてみたら車の椅子が一番高いなと思うんですよね、オフィスの椅子よりも。で今ちょっとね、小耳に挟んだんですけども、車のシートって余って捨ててるみたいなんで、車のシートをオフィスチェアに改造して再販売するみたいな会社もあるみたいなんですよ。ちょっとこれ面白くないですか？調べてみたら、ランボルギーニのシートをなんか一般家庭用っていうかね、オフィス用に改造してるのが販売出されてて、もうすでに売り切れてるんですけども、111万だったですねいや本当のランボルギーニの車で廃車になったりとか交換したりとかして、いらなくなった中古のやつがそのまま廃棄になっちゃうのがまあ惜しいんで、オフィス用にってやつなんですけど、オフィス用の椅子に100万払える人はなかなかいないでしょうね、きっとね、まあそんなもん見たりとかするんですよね。でそう考えたら、たかが椅子でも金かける価値はあるなと思いますし、吉田さんが言われたように、何を思ってそれを買うのか、何を思ってそれを使うのか、さまざまお金を使う価値が上下変動するんじゃないかなと思うんですよ。ちなみに昔ね、私ね、スタミナ太郎っていう焼肉屋さんが好きで、そこはね、焼肉も食べ放題ならお寿司も食べ放題で、ソフトドリンクもあったりデザートもあったり中華もあったりとかして、とにかくね、食べ放題なんですよ。まあでも20代それから30代の前半までぐらいですかね、そういうところに足しげく通ったのは。とにかく量を食べてなるべく安くっていう、そんな形でした。でタレはたっぷりつけましたね。なんせお肉はタレで食べるものと思ってましたからね。ただ今はすごく少量でも高い肉を買ってます。その代わり調味料がほとんどいらない。で、焼きも炙る程度で、あんまり焼き上がるとね、縮んじゃうんですよね、お肉って。だから炙った程度で、本当にね、油が滴ってくる瞬間に食べるみたいな。そんな楽しみ方に変わりました。そんなにたくさん食べれないんでね。いや、その気になればたくさん食べれると思うんですよ。実は先週、スタミナ太郎に久しぶりに行ってみたら、確かに粗末な肉だったんですけども、でも美味しく食べれましたね、やっぱりね。そう考えたら、まだまだ俺の胃は若いなというところですけどね。でも何をもってお金を使ってその食事にしたのかっていうのは、一回一回の食事が思い出になるように食べてるんですよ。もちろんスタミナ太郎も思い出になるんですけども、なんか美味しそうなお肉をね、サイトで見つけたなと思ったら、そこにわざわざ出かけて行って予約をして、でおもてなしを受けてね、食べてみると美味しいかなどうかなみたいな感じですよね。チェーン店のお肉って
広島市内で食べようが私の住んでる田舎で食べようがまあ同じだと思うんですよ。でもあのインストアっていうんですかね、1店舗しか経営してないお店ってあるじゃないですか。そうするとソースの作り方からお皿の選び方からお肉のカッティングの仕方からその店オリジナルなんですよね。だからより個性的な味が楽しめるかなというところもあります。それからそういう店は大抵予約していきますんで覚えていただけるんでまたリピートしたくなるんですよね。そういうのでね、なんかお金の使い方そして感じ方はだいぶ変わってきたかなと思います。まあこれが多分お金を稼いでいく大きな意味なんじゃないかなと思うんですよ。外食をするのもただ満腹になるために行くんじゃなくて一回一回残された食事の回数をうっすらと数えながらね貴重な機会と思っていただく。だからいただきますと心から言えるし、まあいろいろねハンカチなり、濡れティッシュなりを準備していったりとかね。でおしぼりの質も結構ね飲食店によって違うんですよね。そういうところに感動したり、あここはいまいちだなと思ったりね。でお水もただお水が出てくるだけじゃなくてお水の中に軽くレモンが溶けてたりとかね、結構工夫してるんですよね。細かいところまでお客様をお迎えするためにいろんなものにこだわってる。だから高級店に行くと椅子も豪華ですよやっぱりね。私の目算で言うと50万ぐらいの椅子に座らせてくれて食べさせてくれてるんだなっていうところがあったりね。テーブルもきらびやかでなんか英国金紳士みたいなそんなねおもてなしを受けてるような感じですよね。でお皿一つ一つとかアフターティーって言って食事の後のコーヒーもものすごく香り豊かでね、なんかこう時間が経てば経つほどコーヒーって沈殿してきたりとか分解してくるもんですけども全然味が変わんないばかりかさらに深みを増した味になるから熱々の時に一口飲んでね、それから冷めてからそこそこ冷めてから飲むとまた別の味わいがあるみたいな、コーヒー一杯にもものすごくドラマがあるなって、まあ、そういうふうに誰に話すわけでもないんですけども心の中でそういうところに自分で点数をつけて優先度が決まったりね、おもてなしをするお店をこう変えたりとか、私が住んでるような田舎でもそういうのがありますんでね。で逆に言うと今回の感染症騒動で影響を受けてない店っていうのはそういうところなんですよ。だからまん延防止が起きたらねもう遠慮なく1ヶ月パッと休んだりしますね。そうすることによって新しいメニュー提案とか仕入れ先の開拓とかっていうのね、時間を当ててるみたいです。でチェーン店っていうのは結構厳しいと思うんですよ。固定費を稼がないといけなかったりランニングコストとかね在庫の処理とかっていうのがありますんで、なんか引きこもごもですよね。まあでもね今回の感染症騒動でゼロゼロ融資っていう無利子無担保融資がありましたけども、あれの返済率っていうんですかなんか55倍になってるそうですね。つまり利息も返せないような借金をしてその後どうするのかってことを国会で行われてたんですけどもね、その話し合いが基本的には地域の金融機関に相談してくださいってことになるんですよ。でもゼロゼロ融資で無利子無担保でお金を借りてる会社にじゃあ担保と利子を取ってお金を貸すっていうこの契約が成り立つのかなと思ったらもう無理ですよね。つまりは今回のゼロゼロ融資でなんとか食いつないでいた旅行業者や飲食店っていうのは単なる寿命がねちょっと伸びただけで苦しくなっていくのは変わらないと。そして国会でこんなやり取りがありました。今回の感染症が収束しても需要は戻ってこないんですよと。じゃあ収束して元通りに暮らしになりました、じゃあ営業を停止していた期間のそのお客さんって帰ってきますか、旅行に行くのに新幹線2往復しますか、食事を倍食べますか、お土産を倍買いますか、そんなことはないでしょ。失われた需要ってのは戻らないんですよ。その失われた需要に対して無利子無担保とはいえね、政府のお願いで休業をお願いしといてお金をあげるんではなく貸す、税金を猶予つまりは減免ではなくてね待ちますよってことなんで、いつか倍払わないといけないんですよと。結局はその時にブレイクしちゃうっていう状況で、業態変化も全部ができるわけじゃないし、経営者の平均年齢考えてもね、やっぱ60代とか70代の経営者の方がじゃあ業態変化をいきなりできるかっていうと、やっぱそこはねなかなか難しいところがあるなと。まあ強気に言えばね、それでも生き残っていくのが商売だとは言えるんですけども、でも今回の感染症騒動っていうのはね、やっぱ私の目から見ても誰のせいでもない予測不可避なことであり、
そしてね、政府がね、要請とはいえども営業してはいけないっていう風な風を吹かしたところは事実なんで、まあこれは営業妨害にもね、近いんではないかなと思っちゃうんで、まあ本当にね、飲食店とか旅行業者の方とかね、ホテル旅館の業なんてこう箱が決まってるわけじゃないですか。だから増収増益しようと思ったら部屋代を上げるか、それとも部屋数を建物を余計に建てて増やすしかないんですよね。で、現実考えたら本当に悲惨な目に遭う人がこれから量産されるんじゃないかなと。会社が潰れるだけじゃなくて、そこで働いてた人が給料未払いの上にそのまま解雇されて転職もままならないみたいなね、そんな現実見えちゃいますね。まあ、だからこそ一部の方、いつも一部の方って言うんですけども、一部の方だけでも我こそはと思う人から順番にね、救われてほしいなと思います。うん、やっぱり全員はこれはね、無理だと思うし、大半は救われないままだと思うんですよ。その大半に紛れ込んでしまうのか、それとも苦しいけれども一部の救われる人間にね、入っていくのか、タイタニックの救命艇はもう残り少ないということで、今回のトーク終了させていただきます。いってらっしゃい。